よし。さて、続きいくかい。どうすっかな。変わらないね、方針は。方針は変わらない。毛利に着きながら長宗我部を落とすとしてはいるんだけどもね。これがなかなか。かしこまりました。選べないもんね。超劣化もできるわけじゃねえし。どうすっかね。報告いたします。先月の収支です。表情を始める。まあそうなっては来ると思うのは分かってるんだけど、これにて表情を終えるぞ。いらねえな。なんかいいのある？庄内だもんな、それ。越後でしょ？長宗我部、古今、僧侶、院理。大体漢字読むとあれかなってのは出てくるね。だよね、橋場だし。ないんだよね。安藤、穂坂じゃない、星なだっけ。ない。ご命令を。命令って言ってもね。お、外交できる。上限いっぱいだよ、そりゃ。かしこまった。かしこまってくれ。なんだ、いけんじゃん。回収ないんだっけ。いらないな。ないね。任命も別にないしな。上司勝手に決まってるもん。上司いるからね、関係ないんだよ。あ、選ぶの忘れた。まあいいか。特に今動きないし。ご命令を。どんどん溜まるね。かしこまりました。かしこまった。かしこまった。かしこまりました。はっ。かしこまった。はっ。銃だからね。撃ってこうぜ、撃ってこうぜ。手を貸そう。かたじけない。もちろんだぜ、じいさんよ。お、なんでだよ。報告いたします。攻めるぞ。ご命令を。毛利を攻めるぞ。そしたら頼むよ。はっ。こっちについてくれ。ないんだよね。
全く何もできない。攻めるのみだな。はかりごと大きは勝ち、少なきは負ける。戦の極意よ。熱っ。まあ体勢はあるからね。報告いたします。表情を始める。これにて表情を終えるぞ。ゲチよ。攻めるか、攻めちゃうか。毛利を攻めるか。四国平定したいけどね。ちょっと近づこう。おお、これ川なんだ。ここ通ったもんね。すげえ。何さんかわかるかな。あ、そうだ、行きたい山がある。ちょっとだけ、ちょっとだけ。富士山でしょ。甲府があって、これが八ヶ岳かってことは、どれだろう。これ金、これ金府かな。金府の水垣かな。でこう来て、国見ね、国府小諸でしょ。こう来て、多分入ってだから、この辺があれか、秩父か。武甲山あるかな。この頃削れてないから分かんねえな。八方、武甲山もこの辺だよね。ダメだ、俺の知識が全くない。これが大山かな。丹沢か。ここの入ってくるところがあるでしょう。八王子があって、中央道あって、こっちこう分かれて、富士急ハイランドで山中湖で、この辺があれだよね。そうすると道志村、道志のラインがあって、ここら辺にしゃあれだ、丹沢水系とか丹沢湖とかね。八王子からだから、ジャンクションでインターチェンジで、こうだもんね。そうだね、ここにこうつながってくるから。あー、じゃあ、あの風景こっからそうだ、2本川があって、そうだ、はい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 。じゃここ、こうあるわ、道路が、道路があるね。なるほど、わかった、戻る。よし、ね、そしたら、毛利を攻めよう。一旦毛利を攻めちゃおう。はっ。報告いたします。
お命令を。毛利勢いあんな。士気が上がりすぎてるわ。その士気についてけてねえわ俺。かしこまりました。四国行くかやっぱ。報告いたします。ご命令を。75万4千ね。はい。はっ、かしこまった。攻めるぞ。14000。はっ。でも九州から行くにしても、頼むぜ外交。はっ。何もマクションが。志果たさずして賞は終えられぬな。超速部行くか。報告いたします。先月の収支です。表情を始める。これにて表情を終えるぞ。わお。いらない。一応。Get you. は。こっちであげてもしょうがねえんだよな。かしこまった。お金減ったところで関係ねえからな。お、これ上げられんじゃん。かしこまった。農民兵じゃん。かしこまった。マイナスとも全然痛くねえよ。報告いたします。マックスまで上げちゃえ上げちゃえ。ご命令を。かしこまった。19万あるもんね。報告いたします。ご命令を。ご命令を。かしこまった。かしこまってくれ。かしこまった。かしこかしこだぜ。3ヶ月。かしこまった。はっ。はかりんごと大きは勝ち、少なきは負ける。戦の極意。報告いたします。マックスまで。表情を始める。結局プラスに変わったな。関係ないんだよね。これにて表情を終えるぞ。かたじけない。センキュー。ご命令を。かしこまった。上がる上がる。金かい。ほんと金金金だね。頂点の金があれば何でもできると思ってんのか。できるけどな。先月の収支です。
ご命令を。はっ。報告いたします。ご命令を。やっとマイナスになったな。かしこまった。マイナスにしてる方がいいよね。かしこまりました。お金はあるから使うだけ使った方がいい。1600年だ。報告いたします。表情を始める。これにて表情を終えるぞ。ご命令を。そこ結局もう上げらんないんだよな。かしこまった。かしこかしこ。取引を行いましょう。ありがとうございました。81万あるから。報告いたします。お、表量がマイナスになった。一応かしこまった。お、夏だね。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。ん？5万でしょ。1、10、100、1000、万、10万、大丈夫か。夏、6、7、8、9。9で入ってくるから。取引を行いましょう。お金に変えとこう。しかも40だ。ラッキー。上げる必要ないね。かりごと大きは勝ち、少なきは負ける。戦の極意。はいよ。報告いたします。金銭表情を始める。プラス、あ、さっきプラスにしたからか。それはプラスに見えるわ。これにて表情を終えるぞ。ご命令を。さて、やりますかな。超速壁さんよ。もう降りてやりたくないんだよな。は、かしこまりました。かしこまりました。これいらないね。は
大体埋まったべ。適当だな。報告いたします。ゲッチュー、ゲッチュー。はっ、報告いたします。先月の収支です。お命令を。9月だから入ったべ。100、1、10、100、1000、万、10万、100万。 OK、 かしこまった。はっ、はっ、取引を行いましょう。ありがとうございました。婚姻も結べないからな。手を貸そう。志果たさずして賞は終えられぬな。そこに毛利あったんだ。報告いたします。賭けが終わったな。表情を始める。策がございます。板倉、意味ない。これにて表情を終えるぞ。いないんだもん。ご命令を。取引を行いましょう。ありがとうございました。我らにあり。覚悟はいいか。12万。4万。出陣するぞ。見込みなし。かしこまった。いけるかな。皆の者、我に続け。行軍、補足させていただきます。いいですね。報告いたします。先月の収支です。一応めっちゃ減ってんじゃん。かしこまった。表量大事だね。はい。皆の者、我に続け。皆の者、我に続け。うい。キッカーでやってるべ。12万負けるはずないぞ。見知ったか。だよね。12万が負けるはずねえんだよな。
3万が来たら全然それを痛くないです。ご命令を。かしこまりました。苗をやっといて。でもいらないからね。全然違う場所だもん。明かりごと大きは勝ち、少なきは負ける。戦の極意。一括。なんでこれが分かんない。だってさ、被害あったとしても勝ってるもん。わかんねえ、マジ。手を貸そう。我らの勝ちよ。勝ち時をあげよ。ああ、そのシステムがやっぱりわかんねえよ。どうしたらいいの？片付けない。39,000。行くぞ。出陣するぞ。報告いたします。先月の収支です。表情を始める。やばい。これにて表情を終えるぞ。ご命令を。足りなくなってる。取引を行いましょう。ありがとうございました。はっ。 OK、 伸ばしといて。かしこまった。イエス。金か。また使いの者が来たようです。こうはって言ってもさ、拒否だよ。報告いたします。先月の収支です。ゲチよ。いいね。しかも明智光秀じゃん、それ。織田とやってんの、毛利が。で、こっちはこっちだし。配属させられるだけの兵がいねえんだよな。今に平戸、大村。ちょここか。今に平戸、大村から持ってくる。それぐらいでいいか。平戸、大村。あれ、大村ない。大村あった。
さん、続いてください。わからない。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。取引を行いましょう。ありがとうございました。かしこまりました。自分でやってみっか。これは血のりを生かして戦える上だもんね、これ。柵置けないじゃん。移動負荷。
倉田も賢者。行きます。これ何？ゲチよ、覚悟しろ。ゲチよ、始めます。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。覚悟せよ。ゲチよ、始めるぜ。ご命令を。始めよ。始めるぞ。敵の居所知れましたな。好機切り込め。掴んだ勝機逃しはせぬ。ゲチよ、お覚悟願います。イエス。オーケー。覚悟せよ。ご命令を。ゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、始めるぜ。横槍を入れよ。敵の居所知れましたな。横槍を入れよ。油断大敵だぜ。ご命令を。始めるぞ。始めるぞ。かかれ。始めます。覚悟せよ。始めましょうか。ご命令を。覚悟せよ。ゲチよ、さあ行こうぜ。ゲチよ、この戦これで終わらせる。ご命令。覚悟せよ。まさか。敗れるとは。やってやるぜ。始めるぜ。始めるぞ。始めましょうか。やりたい。前へ。何しやがる。何しやがる。ここは守るのです。やりたい。前へ。ゲチ、分かれ。ご命令を。覚悟せよ。やりたい。前へ。どうか。やってやるぜ。始めるぞ。やってやるぜ。ご命令を。始めるぞ。やりたい。前へ。敵の居所知れました。やりたい。前へ。お覚悟願います。ゲチよ、覚悟しろ。ご命令を。始めるぞ。ここは守るのです。好機。ゲチよ、覚悟せよ。何しやがる。敵の居所知れましたな。やりたい。前へ。お覚悟願います。仕方ねえ。
一旦引くか。負けるとは油断したか。やりたい前へ。いまいちこのシステムについていけてない。被害大きすぎるもんね、明らかに。敵が我が領内に向かっております。志果たさずして賞は終えられぬな。報告いたします。表情を始める。これにて表情を終えるぞ。かしこまった。取引を行いましょう。ありがとうございました。報告いたします。先月の収支です。どうやったら結べんだろうな、森と。ご命令を。報告いたします。ご命令を。取引を行いましょう。ありがとうございました。かしこまった。仮ごと大きは勝ち、少なきは負ける。戦の極意。
報告いたします。表情を始める。これにて表情を終えるぞ。ゲチよ。かしこまりました。どうすりゃいいんだろう。報告いたします。ご命令を。取引を行いましょう。報告いたします。あっという間なんだよな。先月の収支です。プラスになってんじゃん。ご命令を。はは。志果たさずして賞は終えられぬな。かっこいいよな。報告いたします。表情を始める。これにて表情を終えるぞ。ご命令を。取引を行いましょう。ありがとうございました。レベル10が最高か。施設は。ご命令を。お、そこまで来てんの。やば、やばいじゃん。それはすごいわ。報告いたします。ご命令を。これ何に支出してんだろうな。は、全然会ってこないんだけど。取引を行いましょう。リンゴと王騎は勝ち、少なきは負ける。毛利の爺さん、差の極意どれとどれなのか分かんねえんだよ。報告いたします。もう1600年表情を始める。じゃんマジで。これにて表情を終えるぞ。かたじけない。ゲチよ。
取引を行いましょう。かしこまった。レベル10までか。お、結局毛利取られてんじゃん。うまくいかねえな。また金ですか。こっちも金がねかかっとる。報告いたします。一応毎月のこれ減らねえな。なんでだろう。報告いたします。ご命令を。かしこまった。かしこまりました。攻めるか。報告いたします、先月の収支です。これにて表情を終えるぞ。はいはい。一応取引を行いましょう。ありがとうございました。いらないな。どうしよう。上から行くか。報告いたします。一応1601年だよ。もう報告いたします。ご命令を。長宗壁を落としたいんです。落とせないけど全然。は、取引を行いましょう。ありがとうございました。わかりごと大きは勝ち、少なきは負ける。戦の極意。報告いたします。表情を始める。これにて表情を終えるぞ。進展がねえんだよな、これじゃ。取引を行いましょう。ありがとうございました。ずっとお金が足りねえな。どうなってんだ。
告いたします。ご命令を。ああ、わかった。兵多く置けないんだ、そっちに。そっか、これだよ。レベル1ごとに1000上昇。これが多分何か関係してんだろう。そこじゃ別にいらねえんだよな、意味が。わかったぜ。はっはっ。かしこまりました。これで埋まった。これ行ってみるか。みんな戦のことで頭いっぱいだな。誰か結ぼうよ。報告いたします。同盟結びましょう。ご命令を。支出多いんだよな。かしこまった。かしこまった。できないことは知ってる。これもさ、分かんないな。毛利だと得策じゃねえなと思ってんだけどな。先にこっちだよな、どう考えても。こっちから攻めるか。見込みがいないよね、そもそも。どうやって崩せばいいんだ。ある程度ね、大量の兵で言ったら崩せると思うんだけどな。出るよ。仕掛けようか。怒ってんだよね。我らにあり。大義がどちらにあるかはわからないけれども、
覚悟はいいか。取引を行いましょう。ありがとうございました。かしこまりました。取り計らいます。敵が我が領内に向かっております。志果たさずして賞は終えられぬな。皆の者、我に続け。皆の者、我に続け。皆の者、我に続け。でだよ。志果たさずして賞は終えられぬな。報告いたします。表情を始める。これにて表情を終えるぞ。表情の場合か。一応やってる場合じゃねーよ。それおとりにしちゃうか。いや、向かおう。待機する。マイルズ。マイルズ。出陣するぞ。するぞ。お、なんで負けるかな。ままならぬものよ。報告いたします。ご命令を。取引を行いましょう。待機する。参る。出陣するぞ。
報告いたします。ご命令を。なんで。はかりんごと大きは勝ち、少なきは負ける。戦の極意。倍以上違っても負けるんだけどな。いや、わかんない。負けるなんてあんのかな、これだけ兵力差があって。報告いたします。その域内で戦える人数が決まってんのか。そんなことある？どういうシステムなんだ。これにて表情を終えるぞ。ご命令を。だ、3000と3万と8000、8万だぞ。3万と8万人、どういうこと？マジわかんない。何対何で戦ってんだ、そのうちの。そういう見方しかできねえぞ。チュートリアルやった方がいいな。報告いたします。やりながら覚えようと思ったけど、そこのところが全然これで通用しないもんな。毛利家攻めてくるね、そうやって。報告いたします。ご命令を。毛利行くか、そしたら。かしこまった。どうせね、何も。かしこまった。海越えて向こうが攻めてこない限り負けるわけじゃないしさ。志果たさずして勝は終えられぬな。向こうが海越えてきたらこっちの方がね、優位なはずだからさ。報告いたします。表情を始める。これにて表情を終えるぞ。ゲッチュ。ゲッチュって言ってる。これがね、何の効果もねえんだよな。見込みってそういうことでしょ。何回も言ってるけど、見込みに表示がないってことは何もないんだよ、おそらく。その辺もよくわかんねえわ。同盟も結んでくれねえしな。攻めるしかないのか。取引を行いましょう。報告いたします。ご命令を。かしこまりました。いたします。ご命令を。
何にもない。外交か。感情いっぱいあるから片付けない。それは知らない。こっちは大丈夫、いける？いけるね。行くか。これ農民なんだよな。薄くなってる。ちょっと待つか。薄利を取る大きは勝ち、少なきは負ける。戦の極意。うるさい。報告いたします。表情を始める。これにて表情を終えるぞ。ゲッチュ。ゲッチュ。報告いたします。ゲッチュ。ゲッチュ。これは長宗我部と長宗我部軍と2万7000と8万と2万7000か。消耗はしてるよね。なんでー。攻略もできないしな。天道から一気に飛んできたからな。今想像やってたのか。天道想像やってこれやってるけど。かしこまりました。難しいな。信長包囲も弱っちいな。どうにかしろよ。ご命令を。信長も頑張ってくれ。なかなかいけないな。かしこまった。は。どうしよう。
報告いたします。次に信長大将を掲げた時に兵が動いた時を狙おう。これにて表情を終えるぞ。ご命令を。報告いたします。一応報告いたします。ご命令を。かしこまりました。は、はかりごと大きは勝ち、元割じいちゃん。戦の極意。報告いたします。表情を始める。これにて表情を終えるぞ。かたじけない。戻ってきた松浦。お命令を。戦しろ。報告いたします。やってはいいのか。ご命令を。報告いたします。ご命令を。報告いたします。表情を始める。これにて表情を終えるぞ。一応チャンスってばチャンスなんだよな。ただその兵数がさ多くても勝てないんだよ。だから兵を分散して別動隊だね。は、本隊と別動隊で どうしよっかな。マジ悩む。同じことの繰り返しだもんな。ぶつけて死んで死んでぶつけてたからな。どうすっかな、どうすっかな。よろしくないのよね、この状況は。全然よろしくない。
渡った先で死んじゃうんだよな。こうなのかな。毛利を攻めるか。毛利かな。ここに取り付けないんだよな。その部隊をこっちに回してる間に行きたいんだよ、理想としては。うわ、溶けた。報告いたします。織田も溶けんなよな。位置を。ここの兵が減ってほしい。こっちはね、今戦ったから減ったけどさ。報告いたします。ご命令を。なになに。うわ、そろそろか。病じゃねえか。はかりんごと王騎は勝ち。じいじい、まだ知らねえのか。戦の極意。手を貸そう。報告いたします。先月の収支です。表情を始める。であるか。これにて表情を終えるぞ。ご命令を。ちょっと毛利で攻めてみますか。一度もこっちになびかねえんだし、やってみてやる。死んだら死んだだ。大義は我らにあり。力を貸してやろう。祈祷。ありがとうございます。ついてこい。お前らついてこい。皆の者、我に続け。皆の者、我に続け。へい。皆の者、我に続け。待機せよ。報告いたします。先月の収支です。こっちの方が先か。ご命令を。手を打とう。進め。これが器の違いってもんだ。おい、いけるんだ。
もう終わりか。行くぜ。出陣だ。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。オッケー、かしこまった。これが開いたんじゃね。かしこまりました。突破口が開いた。かしこまりました。こっからだ。わかったぞ。違う、ここでこうだよ。かしこまった。はっ、かしこまった。これで兵を置けるんじゃないかな。日の絵と工場、日の絵と工場。キュッパでしょ。69でやってるからね。はっはっ、亀の甲より年の甲よ。はっはっ、亀の甲より年の甲よ。軍技力がどうなんだ。そっちもやり始めたね。志果たさずして賞は終えられぬな。鬼島津の戦、見知ったか。何の相性なんだこれは。報告いたします。先月の収支です。表情を始める。これにて表情を終えるぞ。一応やってやろうじゃねえか。進め。勝ち戦だ。宴の支度だ。これでいいのかな。毛利家が崩れ始めたね。この城もらい受ける。はい、かたじけない。徳山が落ちて、こう雷が落ちるね。村上元義、徳こっちも いつでも行けるからね。これは長宗我部。手を打とう。出陣するぞ。報告いたします。先月の収支です。はいよ。ご命令を。我らの家
ちよ、勝ちどきをあげよ。よし、かたじけない。落ちてきた落ちてきた。ここももうちょっとで落ちるでしょ。もう終わりか、拍子抜けだな。かたじけない。いざ参らん。覚悟はいいか。手を打とう。出陣するぞ。36,000じゃ勝てないでしょ。勝ち戦だ。宴の支度だ。報告いたします。お、長坂部がこっちで結ぼうとしてんの。お命令を。かしこまった。はっ。かしこまりました。かしこまった。かしこまりました。はっ。ははっ。かしこまりました。かしこまった。こういう感じか。で、あるか。岩尾と平里内城。岩尾と僕ができなくなってきた。指が。亀の甲より牛の甲よ。勝ち戦だ。宴の支度だ。
わ、潰れた。お、ドーン。イエス。報告いたします。表情を始める。一戦まで行っちゃったよ。これにて表情を終えるぞ。ご命令を。それがなんか成立しそうだよね。はかしこまりました。承知いたしました。悪いがこの城、もらったぜ。かたじけない。どうしよう、6万。織田家が入り込んできてんだ。かたじけない。崩れるね、どんどん。いざ参らん。お前らついてこい。報告いたします。先月の収支です。はいはいはい。ご命令を。取引を行いましょう。取り計らいます。はい、かしこまりました。かしこまりました。どうだろう、いけるかな。あー、ここで負けちゃうんだ。なんかあるんだろうな、やっぱり。おー、ゼニア、ゼニア。これは？あー、これも負けるんだ。こいつ強いんだ。なんかあるね。特定の人に負けてるわ。報告いたします。ご命令を。困った。金がないな。取引を行いましょう。金はいくらでも。
承知いたしました。かしこまった。はっはっ。かしこまりました。はっ。かしこまりました。亀の甲より年の甲よ。亀の甲より年の甲よ。志果たさずして賞は終えられぬな。毛利家が一気に小さくなった。裏から行くのか。報告いたします。表情を始める。表よりは これにて表情を終えるぞ。ご命令を。9万に来てんだ。かしこまった。で、お、A 軍出せんの。そりゃいいわ。ちょっとゆっくり立て直すか。鍋人よし格闘。鍋人よし格闘。鍋人よし格闘。人よし。岩から出せるわ。人よしがないな。じゃあ岩から出すか。あれ？岩どこだ？かしこまった。報告いたします。一応どめ結ぶか。できることなら毛利全部欲しいんだけどな。投与したいもん。なんでこれいないの。かしこまった。かしこまった。やばい、眠い。眠いけど、右手が勝手にポチポチ押していく。23時だよ。
やばいやばいやばい、終われねえ、マジ終われねえ。使いの者が来たようです。やだよ。報告いたします。ご命令を。え、同盟結べんでしょう。同盟結ぼう。かしこまった。 OK。 承知いたしました。織田家とは結んでおこうじゃないか。あれ、まだあるんだ、繋がる部分。夏だからないよね。ないない。そしたら回収しよっか。攻められてもいいように。まあ決まって大砲ですけどね、俺の場合。相手が来なければいいんだから。そこまで。決まって大砲よ。亀の甲より牛の甲よ。村上とやってんね。報告いたします。あいつまたちぎってくんだしょう。表情を始め。仕方ねえか、それは。策がございます。許すしかねえもんな。これにて表情を終えるぞ。なんかすげえのか。凄さを感じないけどな。一応青だとはやりたくないな。でも俺今裏行ってっからな。表長宗壁が表来やがったからな。はっ、裏に行くしかないんだよな。高影が出陣だ。覚悟はいいか。おう、どっち。遠すぎっから関係ないんだよな。報告いたします。ああ、またここかよ。ご命令を。皆の者、我に続け。行軍が遅いのは別にいいんだよ。皆の者、おそらく我に続け。ただこの組み合わせだったらどうなんだ。我に続け。これだと違うでしょう。
うおこうなるんだよね。勝ってても、報告いたします。ご命令を。命令なんてないな、ただ前に進むだけだよ。領地の拡大。かしこまった。それのみだ。はっ。かしこまった。これぶつかるか。甲状腺にしちゃい、甲状腺。亀の甲より牛の甲よ。亀の甲より年の甲よ。そう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 、こうなると、うん、やっぱり負けた。一回やめっか。はっ。こうなるんだよな。報告いたします。先月の収支です。しかもある一定の敵な気がするんだよな。決まって、これにて表情を終えるぞ。ご命令を。決まった敵なんだよな。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。特にないでしょう。はっ。他に開発できる場所ある？ないんだよな。進めるだけ進んだからな。天守。天守じゃねえのか。もう俺は大砲ですよ。絶対大砲だよ。お、変わった。報告いたします。今度は俺が破棄する可能性があるな。はだってさ、はかりんごと大きは勝ち、少なきは負ける。戦の極意。報告いたします。表情を始める。これにて表情を終えるぞ。かたじけないです。佐々木小次郎来たわ。ないよね。かしこまった。手を貸そう。報告いたします。ご命令を。織田家だからね。
一度婚姻関係結んだのに。はっしやがったからな。はじゃねえ。はじゃねえよ。織田とやって疲弊してくれればいい。ご命令を。疲弊してるところで飲み込んでやるから。まあ、そういう魂胆だよ。はその瞬間をゆっくりと待ちましょう。この5でもやることがないのよね。結局これもさ意味が分かんないんだよな。志果たさずして賞は終えられぬな。まあ洪水の体勢はあるからね。報告いたします。何が来ても大丈夫ですよ。表情を始める。策がございます。ことの合理。でもこれ豊臣なんだよな。これにて表情を終えるぞ。豊臣なのよ。母柱は秀吉だけどね。一応織田がずっと裏側来てんな。こっちやってくれよ。で最後俺パクってやるから。まったくかよ。あの野郎ども、ざけやがって。報告いたします。一応もうやることがひどい。ほんとひどい。毎回一緒じゃねえかよ。かしこまった。仲間だねみたいな感じで言っといてさ。だったら外交こっちとやりてえわ。何にもアクションないけど。見込みは？見込みもねえか。次のターンで行くか。報告いたします。ご命令を。織田がすげえな。これ落とせるべ。だからこっちにする。大義は我らにあり。出陣だ。はかりんごと大きは勝ち、少なきは負ける。戦の極意。織田とやってる間に報告いたします。攻めさせてもらいますよ。私は表情を始める。光ってる。これにて表情を終えるぞ。一応いけいけいけ。甲状腺だぜ。報告いたします。甲状腺に持ち込めばね、全然平気なんだよな。はい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 。なんだよ、もう終わりか。全員欲しい。うん、全員逃がしてくれ。片付けない。
行くぜ。あ、接してないのか。じゃあ一回引くか。行くぜ。あ、嫌な感じの場所に来ちゃったな。報告いたします。どれか味方になってほしいよ。ご命令よ。はこれで今攻められないでしょ。これ援軍頼めんの？頼めるわ。っていうか交渉しよう。見込みない？見込みなしか。志果たさずして賞は終えられぬな。悪いけど元近くん、次攻めるのそっちだからね。報告いたします。表情を始める。これにて表情を終えるぞ。一応かしこまった。かしこまった。はかしこまった。はなに。報告いたします。ご命令よ。何よそれ。かしこまった。報告いたします。ご命令を。かしこまった。かしこまった。はっ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 じゃねえよ。これこそ調略できるべ。はっ。報告いたします。表情を始める。これにて表情を終えるぞ。一応
get you。やってるからいいか。よし、2年間報告いたします。ご命令を。かしこまった。ダメになる可能性もあるけどね、もちろん。あの人やってるからね、アザイア桜でやってるからね。ひどいことを。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。は。かしこまった。かしこまった。攻めるか。これ毛利でしょ。取り返そうとしてんのか。押し潰すか。長宗我部。他にいっぱいな。あー、ここに6いるな。間違った。ハク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 。かしこまりました。手を貸そう。報告いたします。はいはいはい。表情を始める。光った。これにて表情を終えるぞ。ああもうこんなの確保だよ。
あれ結局俺毛利家に入っていけるんだっけ。いけるね。手を貸そう。報告いたします。ご命令を。ご命令を。あー、これ戦うと死んじゃうかな。そう、これでやられるんだよ。報告いたします。ご命令を。これが6位だったらさ、俺何位なんだろう。1位じゃん、2位じゃん、3、4、5、6、7。順位出てるけど、毛利も攻めきれんな。かしこまった。はっ。亀の甲より牛の甲よ。大谷養父、毛利家が盛り返すんだよな。亀の甲より牛の甲よ。取り返すんだよね。亀の甲より牛の甲よ。先月の終始です。表情を始める。これにて表情を終えるぞ。毛利を潰そうってことでは一緒なんだろうな。あ、そう。さもありなん、さもありなん。
ハッ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 、さまーみろ、そっちが忙しいよな。報告いたします。そっちの方が大きいもん、勢力的に。こっちに比べて。お命令を。はっ、やばい、右手が勝手に。くっそ、そういうこともできる。大砲大砲。で、どうすっかな。どうすっかねー。同じなんだよな、まっすぐ行っちゃったら。抑えたいよね。これ来るんだよ。そうすると20-20入れてるんだよね。17-15の15、はぁって感じだよ。めっちゃいるよね武将。どんだけいいんだよ武将。まああれだけ広い中でね、押されて押されて少ない領地になったから人いっぱいいるんだろうな、城に。これ狩るか。25,000。これ取るか。一旦見て。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。はダメだ、眠い。は
この辺にしとこう。14,730円しかないじゃん。取引を行いましょう。ありがとうございました。かしこまりました。だろ、手切れしてくんのは毎回。ふざけんなよ。いたします。小田家が動き表情を始める。これにて表情を終えるぞ。一応よし。だから来るのかな敵。ここで今日は終わりにしよう。九州取って中国に入ったし。じゃあそんなところでおやすみなさーい。ん？おやすみなさーい。